始まりましたワンキャリ企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回はこのような流れで番組を進行いたします。会社説明、そして5クエスチョンズ、そして就活生が本当に知りたいあの質問に答えていただきます。それでは今回の企業はスピーさんです。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。今どうですか？緊張されてますか？今は緊張してますね。ちょうど1年前参加したので、はいはいはい、それよりは緊張してないんですけど。1年前にも？そうなんですよ。このタイプじゃないんですけど、はい、対談形式も、ね、参加をしていて。その際はありがとうございます。はい、再びということでよろしくお願いします。つげさんは、ね、休日とか何されてるんですか？休日は昨年から走ることにハマってまして。走ること、はい、昨年フルマラソンに挑戦をして、そういった風に結構休日は走って10キロとか20キロ走ってっていう感じでリフレッシュしてますね。結構アクティブなんですね。そうなんです。はい、はい、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。それでは本題に入っていきましょう。まずは会社説明お願いいたします。はい、ありがとうございます。では今からスピの紹介をさせていただきます。はい、まず私の自己紹介からさせていただければと思ってまして、改めてスピのつげと申します。学生時代は先ほどお話ちょっとありましたが、ずっと野球をやってまして、運動をずっとやっておりました。で、小学校から大学までずっと野球をやっておりまして、大学時代はそれ以外にも学生団体とか長期インターンというところで活動をしておりました。で、就活に関しては結構珍しい就活をしてるかなと思ってまして、僕の兄弟とか大学の友人ほとんどがですね、先生とか国家公務員になってまして、そういった環境に育ったんですけれども、学生時代の野球の経験とか長期インターンの経験から、もっともっと高い目標に対して熱い仲間と切磋琢磨していきたいという思いがありまして、周囲に大反対はされたんですけれども、成長中のベンチャーというところに就活を切り替えております。で、最終的にはこれまた後でお話ができればなと思いますが、スピの取り残されてしまっている産業を変革するという姿勢に惹かれて入社を決めております。で、今ちょうどこの4月から3年目になっておりまして、インターンシップの責任者を初めて採用全体の権威というところに挑んでいる社員となっております。ではこれからはスピの紹介をさせていただきます。まずスピーですね、いろんな事業をやっている会社ですが、一言で表すとこの言葉かなというふうに思っていまして、日本の DX の経営に挑んでいるビジネス集団というところが僕らの会社になっております。で、この5分間に関しては、DX というところとビジネスに関してお話ができればと思います。じゃあまずビジネスというところからお話をさせていただきますと、こちら聞きなじみない方もいらっしゃるかなと思いますが、事業を新しく作ってそれを大きく成長させていくっていうのをビジネスというふうに表現をしております。僕らの歴史が今17年間あるんですけれども、30近くの事業を作っておりまして、その大半を僕らが作っている、自社で作っているというところがユニークな点かなというふうに思っております。で、その中でも僕ら絞っている領域がありまして、それが DX という領域になっております。この領域ですね、今後すごく大きな成長が見込まれるというふうに言われておりまして、10年間で 3.8 倍になるというふうに言われております。2030年には5兆円になるぐらいですね、すごくビッグトレンドになっている市場でして、こういった市場に僕らは身を置いております。で、 DX やっている企業さんたくさんいらっしゃるんですけれども、その中でも僕らとしては DX から取り残されてしまっている領域というところをやっております。特にこのスライドの左側ですね、産業 DX というところで、不動産であったりとか、あと介護、金融といったまだまだ古い構造が残っているような領域の変革に僕ら挑んでおります。で、今トータル11個事業をやっておりまして、そんな形で多角的にやっている会社ではあるんですけれども、その中でもしっかりと売上を伸ばしているというところが僕ららしいなというふうに思っております。今3年連続で売上に関しては 125% 以上を記録しておりまして、そういったふうに多角的にやりながら事業としても伸ばしているというところが僕らの魅力かなというふうに思っております。ではここまでは事業のお話をしてきましたが、次に組織のお話をさせていただきます。僕らの組織ですね、先ほどちょっと事業で触れましたが、不動産とか介護とか金融に関してはまだ誰もやったことがないような、いわゆる未踏領域になっております。で、こういった領域って一人で突破するのはすごく難しくて、チーム全体で一丸となってやっていくってすごく大事になっております。だからこそ僕らとしては互いに信頼をし合って背中を預けていくような真摯な仲間を揃っているのが特徴かなというふうに思っております。じゃあそんなスピーのユニークな点に関して2つ今日はお話ができればというところで、
まず一つ目に関しては新規事業開発室がないというところになっております。これどういう話かというと、主にベンチャー企業とか、大手企業も含めてですね、新規事業をやってる会社っていうのは専門のその部署があって、でその部署が事業を作って現場が実行していくってすごく多いんですけども、僕らとしてはこちらの図の通りですね、不動産とか介護とか先ほどあった金融とかデータ活用とか、それぞれの現場が新しい種を作っていって事業を作っていくというところを大事にしております。でこれ言い換えると1年目とか2年目からもうそういった新規の領域に携わっていける機会が豊富にあるというところが特徴になっております。ではもう一つですね、皆さんに関係する選考のパートに関してもお話しできればというところで、選考に関しては僕らは自然体の面接面談というところをすごく大事にしております。これどういった話かっていうと、基本的な面接面談に関しては学知化を聞いて、で就活塾を聞いて終わりってこと結構多いかなと思ってます。僕らの質問に関しては最初は幼少期から大学まで全て教えてくださいっていうふうに、その方の人生の歴史に深く踏み込んでいって面接をしていくんですよね。でこれやった結果ですね、数万字の面接議事録と書いてあるんですけど、25年卒のある内定者っていうと最終面接までに2万字か3万字ぐらいの議事録が溜まっておりまして、そのくらいその方に深く向き合って退場していくというところが魅力になっております。はい、こんな部分は評価をされてですね、ある企業ランキングでは士気の高い企業ランキングとして5位ランクインするぐらいですね、そのぐらい外部からも注目を集めている会社になっております。では最後インターンシップに関して触りだけお話をして、また後半のパートでお話ができればと思いますが、インターンシップに関しては2種類用意をしております。まずエンジンという組織作りに挑むインターンシップですね。でもう一つが冒頭にお話をしてきた事業作りというところに挑むビズキャントインターンシップを用意しております。でどちらのインターンシップに関してもですね、高い評価を受けておりまして、ワンキャリーさんのベンチャーランキングではゴールを獲得するぐらいですね、毎年注目を集めているインターンシップになっておりますので、ぜひご参加いただければと思います。はい、では以上とさせていただきます。さてここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきます。改めて今回のトークテーマを見てみましょう。こちらです。こちらの5つの質問をご用意しました。社会課題、そして貢献性、そして入社、どうして決めたの？この辺聞いていきたいと思います。それでは1つ目の質問はこちらです。スピーが向き合う社会課題とその貢献性は、こちらお伺いしたいです。スピーが向き合う社会課題、具体的にどういうところでしょう？はい、先ほどちょっとプレゼンで触れたんですけども、はい、まず僕らとしては DX というところをやってます。でこれもう少し社会課題に合わせてお話をすると、今ってすごく少子高齢化が進んでいて、今後20歳以降のいわゆる働き手が減っていくっていうふうに言われてるんですよね。で DX とか IT とかに関しては1人が2人分の仕事をしたりとか3人分の仕事をしたりとか、なので100人分の仕事をするっていうところにすごく寄与できるなというふうに思ってまして、そういったまず DX のところをやってます。でもう一つが、僕らは先ほどちょっと触れた不動産とか介護とか金融の領域をやってまして、こういった領域に関しては今後 DX はまだまだ進んでいかない領域だったりするの でオンライン化比率もまだ 10% ぐらいだったりするんですよね。でこういった 90% の余白のある領域を変えていくっていうところが僕らとしては社会的意義があるなというふうに思ってますね。働いてる中で貢献性みたいなのはすごく感じますか？そうですね、感じますね、やっぱり、はい、感じますね。なんかどんなところで感じますか？はい、ありがとうございます。僕らとしては、不動産 DX のお話をすると、これ北海道から沖縄まで全国の企業さん支援してるんですよね。なので僕の出身の島根とか、あとは沖縄の企業さんとか、やっぱそういった企業さんって DX とか IT っていうとちょっと抵抗感あるというか、まだまだ導入していっていいのかなっていう気持ちがあったりするんですけど、そういったものに対して僕らとして導入をすることによって、その会社が成長していったりとか、その会社が提供できる価値が広がっていったりとか、そういったものが僕らとしてはなんか意義があるポイントかなというふうに思います。なるほど。その都内とか、ね、都心の方だけではなくて、はい、本当に地方の方でも貢献できてアプローチできるっていうところがあるんですね。はい、そうですね。ありがとうございます。なんかもしね、こうスピーならではの達成感ですとかやりがいがあれば教えていただきたいんですけれども。はい、ございます。僕らとしてはやっぱりまだ誰もやったことがない領域に挑んでるっていうのはすごく面白いなというふうに思ってまして、不動産とかリフォームとか介護とか直近で金融とかもやっているんですけど、こういった領域ってまだ誰もやったことがないような領域だったりするんです。ネットに答えも転がってないですし、誰かなんか専門家がいるわけでもなかったりするので、そういったものに対して前例を作っていくようなのが結構やりがいとしてはあるなというふうに思ってますね。
そこに面白さがすごく感じそうですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは2つ目の質問に参りましょう。こちらです。社会人1年目からどんな仕事を任せてもらえるの、こちらお伺いしたいです。ね、御社を、ね、志望されるとなると、ね、多分皆さんとても熱量が高くて、はい、またなんか将来的にこう経営人材になりたいみたいな方が結構志望されるのかなというふうに感じるんですけれども、まあ、実際こう裁量権みたいな部分とか、まあ、その1年目どんな仕事を任せてもらえるんでしょうか。はい、ありがとうございます。1年目に関しては、まあ、1年目だからというのはないんですけども、やっぱ会社全社員が事業の中核としてやっていくってすごく大事にしてます。なので1年目から僕の同期とかでいうと1年目でも 5,6 人のメンバーを持ったりとか、リーダーとしてですか。あ、そうです。とか1年目の後半からもう 7,8 年目の事業責任者と一緒にミーティングして新しい事業を作っていくみたいな議論をしたりとか、一緒に。そうなんです。1年目から。そうです。なので新卒社員だからとか1年目だからっていうのは限らず、そういった事業の中核としてもう役割を渡していくっていうのはすごく僕らの特徴かなとは思ってます。でも年功序列とか本当に全く関係ない。全然ないですね、はい、そうなんですね。実際になんか柘植さんの方、柘植さんは、人事ですかね、1年目から。そうですね、はい、うん、なんか同期とかでこういう仕事してたとかありますか、はい、こう印象的に。う、ね、うん、なんか先ほどのお話結構近しいかなと思っていて、もう1年目から中途の社員のマネジメントというかもうリーダーを経験したりとか、あとはもう例えば僕の同期とかでいうと、もう2年目のタイミング、1年目の後半ぐらいからですかね、事業責任者といってもう何年も事業責任者やってる社員と壁打ちをしていって、不動産業界をどう変えていくかというところを議論していく、でそれを週1回ずっとディスカッションしていくみたいなこととかはやっているので、そういった姿を見ると僕も刺激を受けますし、やっぱりいい環境をもらってるなっていうのはありますね。なんか普通の企業だと 5,6 年目でやるようなことをもう1年目から携われるっていうところなんですね、はい、そのちなみに例えば新規事業とか、例えば希望の事業があった際に、例えば自分で手を挙げて、はい、例えば意見を言えたりとか提案するみたいな部分も1年目からできるっていうことです。そうですね、うん、これ正直にお伝えをすると、うん、希望が 50%、で適性が 50%かなというふうに思ってまして、もちろん希望としてリーダーをやりたいとか、なんか事業戦略を描きたいっていうのはあると思います、うん、ただ仕事ってやっぱ成果出ないと楽しくなかったりとか、活躍できないとやっぱ楽しくないので、じゃあそこに合っている能力を持ってるかとかスタンスを持ってるかっていうところの適性もちゃんと 50% 見て、半々でゴーサインを出していくっていうところが、そうですね、まあ、手を挙げた時の対応っていう感じですかね。でもその会社側も一応適性みたいな部分もしっかり見てくれた上で、はい、こうゴーサインを出してくれるって、そんな感じなんですね。やっぱり1年目とかだと自分の強みとか、うん、自分のなんかどこが生かされるかみたいなのって分かんなかったりするんですよ。確かに。そこはしっかりと年次 の、うん、あの上の社員がちゃんとついて、自分の強みをちゃんと引き出していって、かつ希望も生かしていって、より良いキャリアを目指していくっていうのをやってます。すごく心強いですし、気づきもすごくもらえそうですね。そうですね、はい、ありますね。ありがとうございます、はい、それでは3つ目の質問に参りましょう。3つ目はこちらです。スピー ×20 代で詰める経験やキャリアとは、こちらお伺いしたいです。もう今ね、かなりあの、はい、1年目から裁量権持てるっていうことなんですけれども、はい、ね、20代で詰めるキャリア経験どんなものでしょうか。はい、ございます。先ほど経営者にっていう話がありましたが、そこと結構近しいかなと思ってまして、あの事業家人材というふうに僕ら表現をしてます。これどういったものかっていうと、事業のいわゆる中核というか会社の中核として自らの手で社会課題を解いていくような人材になってほしいなと思ってまして、それがもう20代で達成できるかなと思ってまして、はい、実際もう28で事業責任者をもう4年ぐらい経験してるような社員があったりとかそういったふうに自分たちの手で、例えば不動産業界とかリフォーム業界とか介護業界を自分たちで解いていくっていうことをできるのがスピーの、まあ、キャリアの20代かなと思ってますね。もうすでに起業している経営しているような感じを経験できる、体験できるっていうことですよね。そうですね、スピーとしてはこの事業の一事業責任者ではなくて、本当にもう一会社の経営者っていう形でどんどん裁量を任せていくんですよね。そういった部分でもどの環境に行ってもスピーの事業責任者研究していたら絶対成功するなっていうのがあったりするんで、まあ、そういうところがすごくスピーの成長できるなんか20代のモデルっていう感じですかね。
すごい、なんかものすごい経験できそうですね。学びもものすごくありそうですよね。そうですね、はい、実際なんかすごい人で20代でどのくらいの立場になれるというか、だってもう3年目でリーダー、ね、経験されてますもんね、はい、柘植さんも。そうですね、まあ、20代と言わずもう3年目から事業責任者やってる人も全然いますし、まあ、そういったふうになんか事業責任者って全然ゴール地点ではないと思っているし、事業責任者を何年も経験することによってその業界の課題とかお客さんの課題が見えてきたりすることもあったりするんで、なんか事業責任者とか事業部長はゴールではなくて、それをどんどん経験していきながら事業を本当に動かしていきたいとか、自らの手で社会課題を解決していけるっていう実感を持ってるっていうところはいけるかなと思ってますね。具体的にその3年目で事業責任者をやりますといった時に、まあ、どういうことをするというか、皆さんどういう業務内容をやられてるんですか？ございます。実際やっている社員のお話ができればなと思ってまして、はい、先ほどあった3年目から事業責任者やってる社員はこれリフォーム業界の責任者なんですけど、リフォーム業界もともとのその事業あったんですけど、はい、そのミッションビジョンですね、うん、中核の思想を見た部分から3年目で変えていく見たものをやっていて、事業を自分たちで変えていったりとか、その業界を変えていくってことをやっていて、実際そのサービス今オンライン市場でリフォーム業界ナンバーワンになっていたりするんですよ。それを3年目の責任者が成長させていってやっているとかは、すごく僕も見ていて、あ、すごいなと思います。すごいですね。僕もいけるんだっていうところはすごく実感としてはありますか。すごいですね。なんかその事業にしっかりとコミットして携われる責任者としても責任を持ってやれる、はい、そして、ま、いろんな何人かまとめてマネジメントもしてるってことですよね。そうですね。そうなると先ほどのリフォーム業界のサービスでいうと、もともと3年目の時は確か50人組織で、もう今100人とか200人とかいって、まあ、150人ぐらいかなぐらいいっているんですが、そのぐらいの事業の責任者です。そのトップで3年目の方がやられてたっていう。あ、そうですね、はい、すごい成長環境というか。そうですね、はい、すごい経験ですね、うん、それは。へー、なんかね、その方の例もありましたけど、なんか皆さん実際どんなスキルが身についているなっていうのを感じますか？はい、ありがとうございます。まあ、事業責任者っていうところとか事業家人材って僕らよく言ってるんですけど、うん、なんかスキルじゃないかなと思っていて、なんかスタンス的な話が結構多いかなと思ってます、はい、まあ、仕事への取り組み方とか仕事への向き合い方っていう話ですね。でそこでいくと、もう本当にあらゆるレバーとか、うん、あらゆる変数を自分たちで動かしていくっていうところかなと思ってまして、1年目で営業をやると自分の担当しているお客さんに提案しに行くだけなんですけど、じゃあその他のエリアの方に提案をしに行ったりとかっていうのもそうですし、なんならマーケティング担当の方にも足を運んでみたりとか、エンジニアの方にも足を運んでみたりとか、そういうふうな自分の特定できる範囲とか自分の役割の範囲だけではなくて、その先のレバーとか変数までもう全部自分たちで影響を及ぼしていこうとするっていうスタンスが身につくのがすごく特徴かなと思ってますね。なんかね、各知識ですとか、はい、マネジメント能力、そして、まあ、ヒアリングとかコミュニケーション能力、はい、もう全て網羅しそうですね。そうですね、もう実践でしかないので、もうそれはそのスタンス、先ほどの変数を大きくしていくっていうスタンスがあると間違いなく満たされていくので、うん、まずはそのレバーを動かしていくっていうスタンスを身につけて、でそこで実践を積んでいって、おのずとスキルは身についてくるって思想で僕らは育成してます。ありがとうございます。かなり20代で成長できそうですね、はい、そうですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは4つ目の質問に参りましょう。続いてはこちらです。どうしてスピーへの入社を決意したのを、こちらお伺いしたいです、ね、そもそも志望理由は何だったんですか？はい、ございます。僕自身はですね、出身が島根県というお話をちょっとだけしたんですけど、島根県に住んでいて、でかつ大学も岡山だったので、うん、僕の人生の22年ぐらいはやっぱ地方で育ってるんですよね、で大学時代も地方創生に関する活動とかをいろんな学生団体とか、なんかインターンシップでやっていて、そういった地方を活性化していくとか地域を盛り上げていくみたいなものはすごく自分のビジョンとしてまずありました、でそういったものに対して貢献できるような事業をやっている会社みたいなものにすごく惹かれていたっていうのはありますね。なるほど。その中でどうやって、ね、はい、御社を見つけたというか、ピンときたというか。はい、ございます。まあ最初は地方創生をやっている会社さんっていうところを見ていたんですけど、なんか僕の中ではすごくちょっと違和感があって、
今やっているサービスとか、例えば観光をやってる企業さんとかもあるんですけど、僕としてはちょっと違うかなと思ってまして、何かっていうとスピがやっている介護業界とか不動産業界の方が地方においてはすごく生活に必要不可欠なんで、こういった業界変革する方が僕としてはすごく合ってるなと思っていたし、本当に社会のためになってるなっていう実感があったので、まあ、本当に偶然インターンシップで会ってからスピのことを知ったんですけど、知っていく中で自分のビジョンとすごい近しいなっていうところを感じて、はい、スピ入社を決意しました。自分のやりたいこと、地方への貢献っていうところも含めて、はい、すごくマッチして御社に決められたっていうところだったんですね。そうですね、はい、なんか実際に入社前に感じていたイメージとか、はい、そしてまあ入社後に入ってみてこう感じたこと、なんかギャップとか何かありましたか？はい、ありがとうございます。まあ、事業内容に関してはこれ変わらないポイントなので、ギャップはないかなと思ってまして、他に感じた入社理由が一つありまして、それがすごく真摯に向き合ってくれるなというところを感じまして、例えば選考のタイミングで僕は人事の方と本当に何回も話しながら選考に進んでいったんですけど、その中で僕がスピー受けるという話ももちろんですし、あとは僕留学に行くために休学をするかみたいな話で悩んでいたりとか、あとは将来的に何年後に島根県に戻ってそういった地域活性化するかみたいなものも全部相談してたんです。そんな本心までも？そうです。そこまで踏み込んで相談をしていたところがあって、そういった真摯に向き合ってくれるなとか、本当に真正面から向き合ってくれるなっていうところが実感としてあって、決めたところがあって、でそれは入社してからもやっぱ変わらずあったなと思って、なんか人事だけではなくて社員としても、社員が上司から部下もそうですし、なんかメンターから教えていく立場に対しても、そういった真摯に向き合ってその方の成長を促していくためのアドバイスとかフィードバックをしてるっていうのは、すごくギャップをなんかより良いように感じた、ポジティブに感じたポイントですかね。なるほど。なんかね、こう一方でこう期待を裏切られたみたいな、いい意味で何かありますか？はい、ありがとうございます。そうですね、期待を裏切られたポイントでいくと、スピーって僕のイメージだけ言うと、なんかロジカルな方多いなっていうのを選考始まる前に思っていたんですよね。で他の方もなんかそんな話をしていて、そんな会社かなと思っていたんですけど、実際入っていく中であそこに人間味があるなっていうところをすごく思って、実際さっきの真摯に向き合うみたいなそうですし、やっぱそういった方がそのメンバーとかお客さんにちゃんと向き合って、その課題を解決していこうというふうに向き合ってくれるところはすごく感じたので、世間一般で思っていたスピーのイメージ、僕思っていて、なんかロジカルで頭良くてみたいな話を思っていたんですけど、全然そうではなくて、ちゃんと親身に向き合って人間味があるようなところが、むしろスピーユニークさというか、そういった部分を感じたっていうところですかね。そういうふうに感じられたんですね。ありがとうございます。はい、なんかちなみにこう、ね、当時こう御社の面接でこう意識していたこととかありますか？はい、そうですね、もう本当に自然体でいること、自然体でいることをすごく大事にしてましたね。先ほどあったように自分の本音の部分とか。そうですよね。そうなんです島根に戻りたいとかね、そういうところまでも、そんなこと普通言わないと思うんですよ。そうですよね。たりとか、あとはなんか就活において僕もなんか企業さんに合わせて軸を変えてみたりとか、その企業に合うように自分のなんか過去経験をちょっと変えてみたりとかっていう風な、そういう表面的な就活をしていたんですけど、そういったものではなくて本当自然体でいるというところを、人事の方も向き合ってくれたし、社員の方も向き合ってくれたので、自然体でいる自分の本来の価値観とかキャラクターを正直に話すということ自体はすごく大事にしているポイントですかね。なんかね、どうしてもこうカッコつけたいというか、はい、こう等身大ってなかなか出せないじゃないですか。はい、でもそんな中で等身大を出せるような雰囲気作りをその御社ではこう作ってくれていたっていうことなんですよね、きっと。そうですね、面接のタイミングでもやっぱ見抜かれるんですよね、そういう話で。スピーの面接官とか現場社員で行くと、あれそれって嘘じゃないとか、それって僕らに合わせてないかっていうふうに、すごくそれを正直に言ってくれて、確かに僕も合わせているところあったんで、あ、すいませんと合わせずに本音に言いますねって形で、そこから自分の本音をちゃんと話せるようになったなっていうところはありますかね。やっぱりその本音を話せたことで、やっぱり泣いていただけたかなっていうのはありますか？そうですね、はい、じゃあもう就活生の方にメッセージを言うとすると、もう等身大自然体で何でも話してっていうところですか？やっぱりどうしても面接の準備をすると、この会社の企業の事業内容とか組織文化を調べてそこに合わせに行くってやっぱ多いんですけど、それってやっぱ入社後にすごく影響が出てしまうなと思って、それこそなんかミスマッチみたいな話、退職につながるってケースで結構あるかなと思ってまして、そういった自然体で向き合っていくっていうのはやっぱり意識してほしいなと思ってますし、スピの選考をそこを見抜いていくんで、はい、そういうところは意識してほしいなと思ってます。
ますね。はい、ありがとうございます。かなりの、ね、いいアドバイスになったんじゃないかなと思います。はい、はいはい、それではですね、最後の質問に参りましょう。最後の質問こちらです。どんな性格や思考の人が向いている、こちらお伺いしたいです。もう率直に柘植さんが思う、はい、どんな人が向いていると思いますか。はい、ございます。お、すいません。そうですね、2つあるかなと思ってまして、1つ目がさっきの話ちょっとつながるんですけど、自分の課題に対してちゃんと真正面から向き合える方っていうのはすごく向いてるなというふうに思ってます。どういった話かっていうと、先ほどあったようになんか嘘だよねとか本当はこう思ってるでしょっていうのを深くやっぱフィードバックしてくれるので、そういったものに対していや自分は違うとか自分はそういう弱みはないっていうふうに押しのけてしまう方というよりかは、自分の課題にあそれは自分あるかもしれないというふうに向き合ってそれを変えていこうとする方っていうのはまず向いてるかなと思いますね。まあ、正直さも必要っていうところですかね。そうですね、なんか真摯さとか誠実さみたいなところかなと思ってまして、そういうところはすごく向いてるかなと思いますね。やっぱりね、1問目から紳士っていう言葉はね結構出てきましたけど、はい、やっぱりそこがキーワードなんですね。そうですね、やっぱり僕らとしても、うん、一人で突破できる壁って全くなくてですね、やっている領域、まあ不動産とかリフォームとか介護とか金融に関しても全然一人でやっていけるような課題って全くなかったりするので、そういった壁に対して一人で突破せずに周りを巻き込んでやっていける信頼してもらえる方っていうのはすごく活躍できるイメージはあります。そこが大事なんですね。はい、ちなみに会社の雰囲気とか上司の方とかどんな方がいらっしゃいますか。あ、そうですね、やっぱり先ほどあった真摯に向き合っていくっていうところはみんな共通として持ってるかなと思ってます。あともう一個がチャレンジしていく文化っていうところですかね。僕らよく5勝5敗というふうに表現をするんですけど、5勝5敗5回勝って5回負けるほうっていうふうに表現するんですけど、これ何かっていうとちゃんと10試合勝負しに行って、でその中で戦いやすい勝負とか勝ちやすい勝負じゃなくて負け戦とか負けやすいような厳しい戦いもちゃんとやっていきましょうっていう形は5勝5敗というふうに表現をしてまして、でこれってなんかチャレンジする文化って新卒のなんか 1,2 年目がやるみたいな話ってよくあると思うんですけど、本当に僕のマネージャーとか人事部長とか現場の責任者が一番チャレンジをしているというところがあって、そういったチャレンジをしていって、むしろそのチャレンジしていくのを推奨していくよと当たり前としていくような文化があるっていうのはすごく特徴かなというふうに思ってます。なるほど。まあ、その皆さん結構挑戦する、まあ、5勝5敗って今はねおっしゃってましたけど、はい、もうチャレンジ精神しっかりあって、でも失敗もしていい、5敗ってことは別に失敗しても、はい、まあ、次につながればいいよっていうような雰囲気があって、はい、皆さんそれを応援しながら皆さん事業されているというか、そうですね、働かれているということですね。僕らはすごく価値のある負けみたいなものもすごく大事にしていて、うん、何かっていうと自分でトライしてみて、でそれで負けてしまうことって全然あるかなと思うんですけど、負けたことに対してなんで負けたのかっていうところと、じゃあ次勝っていくためにどうしたらいいかっていうのを本当に考えていくってすごく大事にしているので、5勝5敗と表現したんですけど、5敗してもいいっていうよりかは、うん、その5敗を次の5勝にしていく、次につなげていくと、そうですねっていうところは大事にしてます。ありがとうございます。ちなみに皆さんなんかどんな雰囲気で仕事をされて、最後そうですね、やっぱり皆さん高い熱量でされてるなと思ってまして、まあ、そういったなんか一種部活感とか、なんかゼミとか、なんかそういったイメージと近しいかなと思いますが、高い目標に対してチーム一丸となって目標に向かっていくっていうところはすごくやってるポイントかなと思ってまして、そういったなんか、学生時代でいう、まあ、結構部活とかゼミとか近しいかなと思います。こうなんだろう、ワイワイというふうに、ね、言葉が合ってるのか分かんないんですけど、はい、こうね、チームで皆さんでこう士気を高めて、そうですね、出るようなニュースですね。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、はい、それではですね、ここからは最後のコーナー、就活生が本当に知りたいあの質問に移っていきましょう。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別アンケートを実施しピックアップした1問についてセキララにお話しいただこうというコーナーです。今回はこちらです。将来どのようなキャリアを描いている、こちらお伺いしたいです。柘植さんはどんなキャリアを今後は描いていますか。はい、ありがとうございます。僕としては2つの方向性で考えてまして、はい、1個目が、どうありたいかっていう話、どうありたいか、なんかこれ状態の話なんですけど、僕としては、まあ、野球部の経験とか
長期インターンの経験とか学生時代の経験もそうですし、今もやっぱり分析していくと高い目標に対してチーム一丸となっている感覚が僕としてはすごく幸せでありやりがいを感じるなと思ってまして、そういった環境とかそういったコミュニティにいるっていうところはずっとやっていきたい状態、どうありたいかっていうところでは考えていますね。でもう一個のどうなりたいかって話で言うと、先ほどあったやっぱり地域を活性化していくとか地方を活性化していくっていうところは今後やっていきたいなというふうに思ってまして、今やっている不動産 DX とか金融 DX とか他で言うと製造業の DX とかもやっているんですけど、そういったものが実際僕の今後のキャリアにも生きてくるかなと思ってますので、もちろん人事もそうですし現場でも経験を積んでいきながら、そういった自分が自分の手で地域の課題を解決していけるような人材になっていきたいというところは思ってますかね。ありがとうございます。ちなみにね、柘植さんの同期とかもなんかどういうふうに考えられてるとか、はい、キャリアなんかこういうことしていきたいっていうようなお話とかされますか？はい、ございます。まあそうですね、しますし、いろんな方向性があるかなと思っていて、僕らの会社の特徴としては、やっぱりいろんな事業をやっている会社で、そういった業界とか産業を絞らずやっているので、これをワット、何をやりたいかっていうのを決まっている方よりも、先ほどあったどうありたいか、どうありたいか、はい、どう高い目標に対して仲間と切磋琢磨していくとか、難しい問題に対して自分で試行錯誤していくとか、そういったもので惹かれている方は結構多かったりするんで、そういった状態見たものに紐づいて、自分のやりがいとか自分の幸せを感じる方は多いなと思いますね。その自分のありたい姿に追求を皆さんして、はい、こうどんどん進んでいるっていうところですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではね、そろそろお時間やってきましたけれども、いろいろお話ししてみていかがでしたか？そうですね、スピーの魅力みたいなものは僕の実体験もそうですし、同期のメンバーも含めてお伝えがすることができたかなと思ってます。ありがとうございます、はい、最後に告知があるんですよね？はい、はい、よろしくお願いします。はい、ございます。最後インターンシップのお話だけできればなと思っていまして、2つインターンシップを用意しております。まず1つ目、組織づくりに挑むエンジンというインターンシップを用意しております。じゃあ組織というところすごく僕らこだわっていて、そのインターンシップになっております。でサマーインターンシップ、まあ、ウィンターも含めてですね、まあ、こういったエンジン、組織ですねに着目をしているインターンシップというところはなかなかないかなと思ってますので、すごく唯一無二のインターンシップになっておりますので、こちらぜひご参加いただければなと思っています。またもう一つですね、事業創造というところに挑むインターンシップ、ビズキャントインターンシップ用意しております。こちら選考通過率が 0.5% というところですごく難しいインターンシップになっておりますが、こちらもぜひ挑戦してほしいなと思っております。では最後にですが、こちらインターンシップに関しては口コミアワードでゴールドの賞をいただいているぐらいですね、注目を集めているインターンシップになっておりますので、ぜひ皆さん挑戦をしていただければと思います。はい、以上になります。ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。次回のワンキャリ企業説明会もお楽しみに。本日はありがとうございました。ありがとうございました。